糸崎君雄です。情報弱者と悪意の時代という話をしようと思いますけども、前回ね、北川民事、画家の北川民事ですね、今世田谷美術館でやってますけども、それの話をしたら結構評判が良くてですね、おかげさまでね。でこれからもまあそういう、評論的な話もしていきたいと思うんですけども、一方でその北川民事さんがなぜすごいのかっていうね、言うと、その一つやっぱりその画家として社会を見てるわけですね。そして人を一人一人見てるわけですよ。でその中でその優れた作品ね、すごい、私なんてもう劇場大感動で、もう大劇場 でそういう動画を撮りましたけども、ですからまあ私自身もその自分なりに、社会を見ていくということは したいし、その関連でその精神分析、まあ、北川民さんね、その言葉では精神分析とはおっしゃってないですけど、かなりこう精神分析的な作品であるというふうにして私には思えたし、それとまあ若い頃北川民さんね、哲学にのめり込んだっていう話もありますし、結局だから画家っていうのは単に、ね、絵を描いて絵がうまいとかじゃなくて、そのやっぱり世界を社会を総合的に見て、でそれを作品に昇華すると、結晶すると、ね、そういうのがまあアーティストであろうとね。ということで今回はその、時事ネタ社会ネタということで、情報弱者と悪意の時代という話をしようと思うんですけども、その情報弱者っていうのはつまり何かっていうと、直接的には闇バイトですね。闇バイトの話を今回しようと思うんですよ。で闇バイトで、ね、つまりその強盗殺人、闇バイトに応募したらその強盗殺人にまで至ってしまったと。で無期懲役の判決が下ったのかな。 でそういう事件があって、まあ、今YouTube でもいろいろと流れていますけども、だから構造的にはその、まあ、まずオレオレ詐欺の実行犯たちがそのオレオレ詐欺では儲からなくなったので、それを強盗殺人に、強盗に切り替えたんですね。まあ、殺人というのは目的じゃなくて結果ですけども、とにかく強盗をしようと。で、オレオレ詐欺の場合もそうですけども、その自分が直接手を下さないで、闇バイトという形で募集して、で応募してきた人たちに、を実行犯にさせると、いうことですね。でその闇バイトに応募してくる人たちというのは、その今回だからその、神奈川の強盗殺人で捕まった犯人は、20代だったのかな。とにかくまあ普通のおとなしそうな若者ですよね。でそういう若者がそのうっかり、そのツイッター経由だったかな、まあ、とにかくもう仕事がなくて税金も払えないみたいなことをつぶやいたら、ダイレクトメッセージで、いいアルバイトありますよと、ホワイト案件ってそういう言葉がついていたらしいんですけども、ホワイト案件っていう言葉も初めて聞きましたけども、大体そのホワイトじゃない案件があるのかっていう話があるし、ホワイト案件にホワイト案件でわざわざつけるっていうね、そういうところ自体怪しいと思うんですけども、まあ、そういうところでまあ引っかかっちゃう人がいて、で日給が5万とかなんとかそういう、応募なんですよね。で電話対応で誰でもできますと、携帯さえあれば誰でもできますというところで、まあ若者が応募すると、そうするとまずはその、身分証明書と、身分証明書のコピーと、それとまあ、実家の住所と名前とご両親の名前と全部、教えてくださいねっていうふうにして、いうわけですね。でそういうものをホイホイ、提出しちゃうと、まあ、闇バイトだって途中で、ね、強盗の片棒を担がされる、もしくは強盗の実行犯にさせられるっていうことが分かった後でも、君今断ると、実家僕ら実家の住所知ってるからどうなるか知らないよみたいな感じで、脅してくるわけですね。で警察に行っても、警察には私たちも全部通知しているからね、すぐ実家に行きますからっていうような脅しをして、それでまあその、まあ、実際に、神奈川の事件の場合だと、その
まあ、老人夫婦のお宅に押し入って、それで、まあぐるぐる巻きにして、そういう投げるくるの暴行をして、それで現金30万とかね、そんな大きな金額じゃないんですけど、そういうものを、奪って逃走して、で、まあ、暴力も手掛かりが分かんないので、まあ、殺人に至ってしまったと。でそうすると、まあ、かなり、重い罪になるわけですね。でだから、まあ、僕がその、まあ、これは今の時代だなと思ったのは、もう一つはその、これはツイッターで流れてきたんですけども、その、闇バイトで強盗して捕まって無期懲役の判決をした犯人に謁見した弁護士の話によると、とにかく彼らっていうのは、まあ、何人か複数いるわけですね。で彼らはそのいわゆる情報弱者で、とにかく何にも知らないと、ね、強盗殺人の罪がどれだけ重いのかも知らないので、いつ出れますかって弁護士に聞いてくるんですね。でそうすると、いやもう出れないよって言うと、えっていう顔をすると、ね、でそれぐらいとにかく、まあ、無知なんですよ、ね、でそもそもその闇バイトにみすみす応募すること自体が、まあ、無知なんですね。で逆に言うと、そういうその無知な若者、情報弱者の若者をその狙って、今までオレオレ詐欺を働いていた人たちが、とにかく情報弱者、世の中いっぱいいるんですよ。だからその、まあ、オレオレ詐欺ってのは老人がターゲットですけども、その情報弱者の老人をターゲットに、まあ、あの言葉巧みにっていうこともないですけど、例えばクレジットカード預けさせちゃうとかね、だからこの前、なんかの YouTube で見たやつは、それは強盗ではないですけども、その闇バイトに若者が応募したら、その偽警官だから、警察を偽の警察手帳を渡された、送られてきたっつうんですよね。でそれでその住所、指定された住所の老人宅に行って、それでその、インカムですね、あのイヤホンにその、無線のマイクを渡されて、でそれで、上の人が、俺の言う通りに喋れとね。で老人宅に伺って、私は刑事ですけども、そのあなたのクレジットカードが不正に利用されてますから、ちょっと預かりますみたいなね、そういう感じで、クレジットカード、取っちゃうみたいな、そういうその、ことをさせられるとね。でまあその闇バイトで、それが闇バイトなんですよ、ね、でそんなことできませんって言うと、実家の方にね、お父さんとお母さんいるんでしょっつってね、どうなっても知らないよっていう、まあ、脅しが来るわけですよ。でその普通に冷静に考えたらね、そのまあ、実家に誰か殺しに来るっていうと、またそれはそれで、大事で、まあ、非常にリスクが高いし、大体その、ご両親ね、何があっても知らないよって危害を加えるような人だったら、じゃあ自分でそもそも自分で強盗すればいいじゃんっていう話なわけですね。で自分で強盗できないから人にやらしてるわけで、だからそれは強盗できませんっつってね、実家に来るとかね、まあ、実際実家に来るとしても、その警察に通じてるから何言っても無駄だとかね、まあ、一応日本の警察はいろいろ不祥事問題いろいろあったにしろ、そのまあいろいろ手はあるわけですよね、警察に行って。それこそ YouTube でね、こういうことありましたって、 Twitter でも何でも公表することも可能だし、だからそうやってその犯人の脅しを全部その鵜呑みにしちゃうっていうところが情報弱者なんですね。でその犯人の方は、その今の時代の情報弱者がどういうものなのかっていうのを、どういう人たちなのかっていうのをかなり知り尽くして、つまりそのオレオレ詐欺っていうものも、そのここもう10年20年歴史があるわけですね。でそういう中で情報弱者っていう人たちがどういう人たちなのかっていうのを、非常にその、それについての知識が豊富なんですね。でその意味で言うと、そのまあ、精神分析的に人間を、捉えて、で、まあ、うまく操るっていうね。でそもそもそのあのバカな人を集めるっていうね、まあ、これ詐欺師の常套手段ですけども、だからその闇バイトの募集に闇バイトとは書いてないけども、
ハッシュタグでホワイト案件ってつけたりするわけですよね。でまともな神経だったらそのハッシュタグにホワイト案件ってついてる時点でこれ怪しいなっていうのして絶対思うわけですね。で電話対応日給5万円っていうのもこれもおかしいなっていうのしてね判断できるんだけども、もうその、闇バイトで、うまく操れるようなおバカさんの人はそういうところで釣れるわけですね。そういうところでまずはあの、ふるいにかけてるわけですね。でそういうノウハウがもうとにかくこういろいろと出来上がってる中で、その今までは情報弱者のお年寄りを騙してたんだけども、まあこれまでもねその受け子っていう形でその現金の受け渡しとかなんとかっていうのを、まあ、若い人使ったり若い情報弱者を騙して脅して、使ってたりしてたらしいんですけども、でも笑っちゃうのがその、さっき の刑事のふりをした、詐欺ですね。その詐欺の実行犯はだからそのおばあさんのところに行っただけじゃなくてその銀行に行って、その通帳から金を引き出してこいと、ね、そこまで言うわけですよ。おばあさんから預かったっていうか取り上げた銀行口座からお金を引き出してこいっていうふうにしてまたあの電話で指令してくるんだけども、いやそんなことしたらその銀行の ATM 今ねどこもカメラが設置してますからその顔が映っちゃうじゃないかっていうことを言うと、そのいやカメラね止めてるから大丈夫だってね、我々が裏で手を回して、ね、銀行にも通じてるから銀行のカメラあの止めてるから大丈夫だっていうことも言うわけですよね。でこれももちろん冷静に考えたらそんなことできるわけがないんですよね。その時点でこいつら嘘しか言ってないなっていうのがまあ普通の神経だと丸分かりなんですよね。あのスパイ大作戦じゃないんだから、ミッションインポッシブルじゃないんだから、その犯人がねそのなんか自在にコントロールして、ね、街のカメラは俺たちの意のままだってね、そんなことできるわけがないわけですよ。でもそういうのを信じちゃう人を選んでふるいにかけて、まあそうやってその悪事を働いて、でまあ最悪その死人が出たってねそんなもん知らないと、いうわけでその結束バンドまで渡してどうやってその人を縛るのかみたいなことも指示しているらしいんですよね。でそうするととにかく今一方ではその情報格差の時代と言われていますけど、もう一つは情報弱者の時代で情報弱者が続々と、生み出されているわけですね。だから僕自身が情報強者とは言わないですけども、僕だってその全部カバーしきれるわけではないですけども、案外ね若い人ってね例えばですよ、その、写真展に行って若い人の写真展見たりするんですけども、その、SNS やってないとかね、ホームページ持ってないとかね、LINE しかやってないとかね、下手するとパソコン持ってないとか、そうやってそのいやもう IT 系ネット系全然苦手なんですよっていう人は結構少なくないんですね。でだから今時はその僕も今、Facebook と Twitter と、なんだっけ、Facebook、Twitter が中心ですけど、あとまあインスタも細々とやってたり、まあ、YouTube もやってて、だからあと Eメールですね。だそうやってその連絡手段いろいろ持ってないと、人それぞれやっぱり使ってる連絡手段がまた違うんですよね。だからなるべくそのいろいろ使おうとしてんですけども、若い人に限って、まあ、LINE しかやってないとかね、ツイッターしかやってないとかね、そういう風にして、なんかこうあんま活用していないというかね、あんまり若い割には適用してないんじゃないのっていう風にしてどうしても思えちゃうところがあるし、まあ写真撮って写真家としてねギャラリーで展示してある人なんていうのは、まあ、能力が高い人ですよね。能力が高くないとそういうことできないですけど、もっと下には下がいて、ね、何も知らない人がいるわけですね。でそういう人たちがまた大量にいるわけですね。であと例えばまあその、まあ、Facebook はもう特に顕著ですけども、詐欺の友達申請がものすごい多いですね。で私のところにも来るし、あと
私以上に彦坂の雄先生とかいっぱい来るんですよ。一応一緒に仕事しているので、まあ、メッセンジャー彦坂さんのも、まあ、管理っていうことはないですけども、たびたびちょっとチェックしたりするんですけども、そうすると詐欺メールがものすごい多いんですね。だからまあそういうところにこ うっかり友達申請 OK しちゃわないように、まあ、いつも注意はしてるんですけども、だから彼ら何やってるかっていうと、一つは情報収集で、その Facebook にの詐欺メールに、詐欺の友達申請にホイホイ答えちゃう人で、 Facebook メッセンジャーでホイホイその呼びかけに答えちゃう人に対して、あ、この人は情報弱者だっていうことでもう名簿に登録されちゃうんですね。でそうすると、まあ、別のメディアから、またそういうそのいろんなお誘いが来て、だからその、まあ、ビジネスの基本っていうのは、その実はその名簿、ね、リストが必要だっていうんですけども、詐欺師にとっても、まあ、詐欺師にとって詐欺はビジネスですから、その情弱名簿っていうのはこれは彼らにとっては財産なので、その迂闊にその詐欺メール、詐欺広告に反応するともうリストに入っちゃうわけですね。だから言ってみれば、そのうちの母親はそれでやられたんですよ。うちの母親も詐欺師に騙されて、まあオレオレ詐欺ですね、全くオレオレ詐欺ですよ。でなんでうちの母親にオレオレ詐欺のメールが、電話がかかってきたかっていうと、実はそれ以前に、その十数年前に、もっと前かな、とにかく一回母親詐欺に遭ってるんですね。でそれでお金取られてもう懲りたって言ってたんだけども、どうもね、その前に詐欺にかかった人たちに対して、そのリストをもとに電話をかけてきたらしいんですね。でそうやって一回、そのとにかく情報弱者っていう情報自体がもう財産ですからね、資産ですからね。でそうやってまあその出回っちゃうとね、だからそういう意味でそのますます気をつけなきゃいけないんですけども、だからまあそのね、僕自身はね情報弱者じゃないっつってね、そういうことじゃないんですね。自分だってその情報の抜け穴っていうのはいくらでもあるし、全部は網羅できるわけではないしね、自分だって情報弱者なんですよね。でそういうことをちゃんと自覚しないと、詐欺に遭ってしまうということですね。でそれともう一つはその、悪の時代ということですけども、だから情報弱者と悪意の時代なんですよ。でだからそのまあオレオレ詐欺にしろ、その闇バイトの強盗にしろ、まあ、ものすごい悪意が渦巻いているわけですね。もう悪意しかないというね、犯罪者ですからね。で悪意とは何かっていうと、いろいろと、まあだからそのオレオレ詐欺の犯人がね、その元々悪人でサイコパスなのかっていうのは そこまではわからないですけども、一つ言えるのは、僕の立場から言うと、その悪意というのは一つ知性なんですよね。だからそのやっぱり普通に言うとね、その人の気持ちがわからないっていうね、善意がないっていうね、そうするとその意味での知性がないですよねっていうね、その意味での知性が劣っていますよねっていう話になるんですね。だからそのまあこのチャンネルでちょっと前に紹介した、知能低下の人類史という本の中で、この悪意とか善意というのは、いわゆる IQ には含まれないとされているらしいんですけども、しかし IQ では測れないもう一つの知能として、善意というものがあるというふうにして、その本にも述べられていたし、私はまあその通りだなと思うんですね。で、まあ、これもだからそのこのチャンネルで、何度か紹介していますけども、その、境界性知能だったかな、まあ、IQ が低い人が YouTube チャンネルを発信して、何人か発信しているんですけども、皆さん僕が見るとすごく知的な喋りをするんですよ。で彼ら彼女たちの知性を支えているのがその、まあ、善意なんですね。善意にあふれた喋りをするので、非常に IQ は低いけども知的に見えるし、実際にまあその意味での知性があるんですね。でそうすると知能低下の人類史ということでいうと、まずその情報弱者っていうのはそのまあ言ってみれば知能が低下しているわけですよ。で知能が低下するっていうのもその、ね、生まれつきなのか、それともその勉強する機会が
亡くなってしまったのか、本人の意欲の問題なのか、いろんな、理由はあるでしょうけども、まあ、とにかく人類の知能がおしなべて低下しているという問題と、それとその知能の中に善意というものが含まれているのではないかというね。でそういうことで、まあ、言ってみれば世の中どんどん悪くなっているっていうね、そういう時代に来ていて、だからその、まあ、もちろんその、闇バイトの実際の事件というのはその、まあ、世の中さまざまに起きている事象のうちのごく一部でね、まあ、おしなべて日本国を全体を見れば、まあ、平和な国だし、知的にも高い人、モラルも高い人たち、善意にあふれた人たちの、そういう、世界が出来上がってますけど、一方ではその確かにその知能が低下していて、そして、情報弱者と悪意の時代になっているんだと、そういう一面はまああるんじゃないのかなというふうにして、思うわけですね。でだからこの悪意がどこまで、そのつまり知能が低下してどこまで悪意がはびこっていくのかっていうのも、これもだからわからないし、そのこれ人類の歴史を見ると、その人間の悪意っていうのはもう本当に再現がないんですね。でこれはまたちょっと前の動画で、紹介しましたけども、そのスペインが大航海時代にそのアメリカ大陸に進出した時に、その現地にいた、いわゆるインディオという言われる人たちをかなり残酷な形で、虐殺したという歴史があるんですね。それがだからなんだっけな、16世紀17世紀、それ15世紀ちょっと今うろ覚えなんであれですけども、まあヨーロッパは産業革命の直前ぐらいが、産業革命の直前から産業革命にかけてが、そのヨーロッパ文化における最も知能が高い時代だというふうにして、知能低下の人類史では言われていますけども、一方ではその、まあ、ヨーロッパ的な悪意っていうのはあったわけですね。その大航海時代から、その植民地時代ですね、まあ、奴隷貿易もありましたし、まあ、とにかくこう、まあ、なかなかね、その動画でも言えないぐらいの残虐なもうその行為を、そのまあ、ともすればそのキリスト教の神の名のもとにおいて、そういう残虐な行為がなされたという歴史があって、で今だってそういうことっていうのは、あの世界のどっかで行われていないとも限らないというか、まあ、実際にあるんですね。まあ、戦争も今起きてますしね。でただまあ僕は改めてそのこの闇バイトの問題と、闇バイトがだからその殺人にまで至ってしまって、でしかもその、その情弱のおとなしい若者が、騙されて脅されて実行犯にさせられてしまうというね、そういうことは今まではなかったと思うんですけどね。まあすげえ時代になったなというふうに思って、まあ、改めてお話をしようと思った次第ですね。以上です。どうもご視聴ありがとうございました。そういうことで、あのこのチャンネルはアート哲学という形で、まあ私自身アーティストですけども、その、まあ、アートから広く社会の問題をね捉えていきましょうという発信もしていきたいなと思うので、チャンネル登録ねぜひよろしくお願いします。あとコメント欄で何でもお書きいただければ、そこからまた拾って動画ができるかもしれないので、そっちの方もよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。Thank you.